どうも、高鍋アイラです。はい、前に源頼朝の上陸地っていうところでこうして固定動画を撮影したわけですけれども、その時に使った三脚っていうのがですね、こういうフレシキブリに使える三脚になります。で、買ったのはナフコっていうホームセンターでして、それがですね、こちらの商品ですね、携帯三脚スタンド2ワルツかな、そんなところが出している、三脚スタンドになります。それでですね、使い方の例としてスマホのホルダーを使ってやったり、あとはコンパクトネジがあるんでコンパクトカメラが使えると。それでですね、使用例としてこんな風に本当どんなところでも使えると。例えばドアノブですね、そんなところにこんな風にしてつけたり、あとはこんな風に腕にやってみたり、それからですね、こういう風な付け方もできます。それでですね、ネットで、ネットでも買えるみたいで、この値段ですよ。なんか安くないですか？皆さんにお勧めしたいと思います。それでは。